だが閉まっていく時間だ。ゲリラ豪雨が来て京都駅に向かえなかったんでビールを2杯飲んでしまった。たまんねえな。で今から父親が京都駅まで来るらしいんで一緒に飯を食うために京都に向かいます。東京と違ってこうやってカメラ構えてるとめっちゃ見られるね。やっぱ珍しいか。さあ出町柳駅から京都に向かいます。京都駅着。バカみたいに人がいる。下手したら東京駅より混んでるぞ。今年も中止に行こう。お久しぶり。おお、お待たせしました。京都河原町でジジイと酒を飲みました。結構飲みすぎだ。この人は今からも帰るけど俺あと2時間もある。2時間。お風呂入る時間もなくなった。思ったより汗だくじゃないからもうごめんねだけど、隣の人にはごめんねだけども勘弁してほしい。なんで私が京都に来たかはまだ言えませんが、夜行バスで日帰りで帰ります。ではまた。ビールうまい。京都本当にいい街。